超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは、超ブレイク塾主催の西澤和弘、42歳、こじらせ男子。先日は夏季にあたって3日間寝込んだ初老の虚弱児でございます。何者かになりたいあなたに向けたとびっきりのメッセージを本日もお届けいたします。今日のゲストはですね、ポッドキャストとは全く対極にあるメディア、ユーストリーム、ね、こちらでですね、ユーストリーム番組どんどん夢が叶うメディカツナビゲーターの水越博之さんです。前半戦の今回は、夢が叶うメディカツ、本当に夢が叶うんですか？叶うとしたらなんで叶っちゃうんですか？というところについてお話を伺ってまいります、ね、夢が叶うところでですね、怪しいスピ系みたいなね、ビキがちょっとあるもんですからね、なんかこれは何、金取られてなんか夢叶わなくて終わりかみたいなね、そんなイメージもねあったりするんですけれどもね、いやいやそうじゃないよというね、驚愕の事実が判明するかもしれないし、知れないかもしれないし、この辺最後までね、聞いていただきたいと思います。それでは地道だけど鉄板の裏道ルートにご案内いたします。超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。ユーストリームのね、特にあのビジネス書界隈の超人気超長寿番組、うん、ね、うん、どんどん夢が叶うメディカツのナビゲーター、水越博之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。散々いつもですね、ゲスト呼んで、でナビゲーターとしてね、うん、お話されている水越さんも、はい、今日は逆に私ですね、ずずしくも、いやいや楽しみですよ、ゲストとして呼んでしまうんですね。ゲストとして来るってすごい楽しみ。そうですか。やっててどうなの、他のなんかいくつか番組ね、ほらお弟子さんとかの出てるじゃないですか。お弟子さんって言い方がちょっと違うと思うんだよね。生徒さんとかね、生徒さんね、うん、出たりしますけども、気楽ですよね、やっぱね。あ、そう、うん、すごい楽しいし、うん、本来だから話すことが好きなんでしょうね。ああ、そうですか、うん、それはもう昔から。いや、そんなことなかった。やっぱ自分がメディカツを始めてからかな、うん、始めてから、うん、始めてから、で最初はね、うん、そんなにうまくなかったわけですよ、うん、で話すのもそんな特に楽しいと思ってなかったんだけど、うん、やっていくうちに、うん、こう人の話をこう聞き出したりとか、うんうん、で自分で話すのが、うん、後からアーカイブ見て、あ、自分のアーカイブ見て喜んじゃったりしてね面白いじゃんこいつみたいな、うん、そんな、なんで俺喋れんな的なね、反省するよりも、うん、面白いなみたいなね。なるほど、結構そういうのがあって、まあ、好きになってったっていう経緯がありますね。例えばね、その、まあ、ユーストもそうだし、はい、あとはそのなんか人前で喋んなきゃいけないとかっていう時に、一番の障壁って、うん、なんかうまく喋れないみたいなところがあって、うんうん、で、まあ、水越さんもそういう懸念があったわけじゃないですか、うまく喋れなかった、特徴的な、はいはい、にもかかわらず、うん、そもそもユースト始めたっていうのがやっぱりすごい興味があってですね。うん、あ、なるほどね。始めたきっかけとかいきさつなんか伺えればと思うんですけど、最初はまあ、ユーストリームっていうのが始まってね、はい、日本語化になったわけですよ。いわゆるソフトバンクの孫、ね、社長がユーストリームアジアっていうのを立ち上げて、それで日本語化になった時に、はい、これは面白そうだなと、ちょっとパパっていじった時にね、あ、これで番組、自分の番組やったら面白いだろうなと思って、うん、マニュアルとか全然なかったんだけど、で、まあ、動画っていうのは好きだったってこともあって、とりあえず一回やってみようと、テストで。おと思って時間を決めて、うん、その時のゲスト、うん、まあ、私の会社の近くに名刺の専門家の高木さんという方がいるんですけど、はい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 、その方をお呼びして、うん、で面白名刺紹介みたいな感じで、たくさん名刺を持ってきてもらって、それを、まあ、みんなに見せながら、こんな面白い名刺ありますよって言いながら、う
番組を進めたわけですよ。そしたらまあ、ご存知のようにユーストリームっていうのは視聴者の方がコメントを打ってくれるじゃないですか、うん、そうですね、リアルタイムで、うん、でそのコメントがいっぱい出てきたわけ。何、最初からもうコメントついたの？そう、そのさ、コメントつかないとかさ、ええ、それもさ、なんか何、挫折原因っていうの、うん、あ、まあ、誰も見てないからもうやめようみたいな。それはなかったね。あ、そう、逆に、うん、これ面白いと思っちゃったわけ。それで、うん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 、名刺とか見せると裏側見せてくださいとかね、コメント来たりして、うん、リアルタイムの面白さですよ。コメント、気の利いたコメント入れるやついますね。それでね、うん、で1回目それで終わろうとしたわけ、うん、そしたら、うん、来週も楽しみにしてますってコメントが来たわけですよ。ほら、だから本当は1回でやめようと思ったんだけども、うん、そのコメントが来たら、分かりました、じゃあ来週もやりますって言って、うん、まあ一周ですよ、それから。あ、それで。そう。結局。でも。コメントで決めちゃったんだよ。決めちゃった。だけど。ニーズがあると。うん。それからが大変だったね。あ、そう。うん、だって、一回とりあえず試してみようと思って始めたわけじゃない。うん、うん。で、始めたはいいけど、僕一人で喋るっていう、そういうスキルなかったから、うん、ゲストをお呼びしてお話をする。ゲストを呼ぶっていうのは、じゃあ、もう最初から決めてた。もう決めてた。で、自分一人で話すの怖かったし、うん、で、コメントもどういうの来たら、変なの来たら、怖いっていうのもあったから、ね、とりあえずゲストがいれば、うんうん、話してるに相槌打ってばいいし、うんうん、コメントなんか来たらゲストのせいにしちゃうとかね、うん、なんかいろいろできるじゃないですか、ね、だから最初からもゲストを呼んでっていうことになってるんだけども、うんうん、そしたら2回目から3回目ぐらいまではゲストがね呼ぶ人いたんですけど、僕ねその頃人脈が全くなくて、あ、そう、ほんと呼ぶ人が全然いなかったの。それ意外ですね。そう、いやいや、ほんといなかったのよ。マジですか。マジで。それで、うん、次の週誰読んだらいいか、次の週誰読んだらいいかっていうのがずっと続いてて、うんうん、で実はその、まあ、交流会行ったりとかそういうのも全然なかったので、そこから初めて僕自分で交流会行ったり、うん、セミナー、人のセミナー行ったりして、うん、名刺交換したりして、うん、そこから人脈を作ってったんですよ。あの、ほら、人脈作りとかさ、うん、交流会とか出るのとかってさ、うん、なんかほら自分のものを売りたいみたいな人が多いんだけど、うんうんうん、そうじゃなくて、僕はねゲストを仕入れる。そうだから、まさに交流会行った時に名刺に、うん、いや実はユーストリームという番組やってるんですけど出ていただけませんか、うん、っていう、うん、つまりその頃は、うん、いわゆるバックエンドじゃないけど、はいはい、そういうもの一切なくて、うん、印刷会社で印刷やってたから、はいはい、もうそれがもう本業だったし、うん、あのそこから印刷にその結びつけるって気持ちもなかったし、とりあえずメディカツ、メディカツを軌道に乗せたいと、うんうん、っていう気持ちだけだったね。なるほどね、うん、なんかその加盟してるさ、うん、印刷組合の人全部出すとかさ、うん、そういうんじゃなかったんだね。面白くないじゃん、それ全然。毎回印刷の話してるって。全然もう、だって印刷の人いるけどさ、うん、考えただけでも面白くないもんね、なんか。面白いのは出てきそうもないし。俺見ないでも。でしょ。で、交流会でね、うん、例えば、うん、あの、まあ、パワーブロガーとかさ、はい、その当時有名な人とか交流会で見つけると、もう声かけて、出ていただけませんかって、はい、初めて会ったんだよ、その時。うん、そうすると、あ、面白そうですねって言ってすぐに出てくださるとかね。だからその頃はその自分でやっぱり例えば、お店やってたりとか、うん、コーチングやってたりとか、その自分を売りたいっていう人たちがやっぱりみんな来てるから、うん、喜んで出てくださるんですよね。へー、うんうん、でだからみんなどんどん出てくれて、うん、まあなんとかこうつなぐわけですよ。ほんとつなぐっていう感じ。次の週は誰々、次の週は誰々ってね、うん、でもある時とうとうゲストが見つからなくて、そんなことがあったんだ。あったのよ。今や。その時どうしたか、ね、何ヶ月も先まで決まってんのにね。もう今本当に3ヶ月先まで決まってるんだけど、ね、その時は本当にゲストが見つからなくて、うん、どうしようかと思って。うん、どうしますか。ナンパでもしましょうか。その時はですね、うん、あの始まるじゃないですか。うん、で、皆さんこんばんはって言って。誰か出てください。今日のゲストはこの方ですって言って、うん、僕がフレームアウトして、また僕がフレームインして、うん、僕ですって言って、自分をゲストにした。本当に自分 TV じゃないですか。本当に自分 TV。うまい。さすがだね。本当、そういうこともあったんですよ。で、その時に、あの、進行してくれたのが、前の週出てくれたゲストだった。代行 MC みたいな、ね。代行 MC みたいなね。いいですね。そう。そんなことで乗り切ってきてね。うん。うん、超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。まあそこから、まあ、ゲストをなんとかつないでいったんだけども、うん、75回目の時に、うん、
出てくださったのが、うん、75回っていうのはもうすごいですよね。そう75回75回ユーストやるやつであんまりいないですもんって。まあまあね、大体ね、毎週1回やってると、うん、1年で50回です。そうですよね、うんうん、まあ、そこまでよく持ったなと思いますけども。いやいや素晴らしいですよ。あの75回目の時に、うん、何でも鑑定団、おなじみの北原照久さん出ていただいたんですよ。おそこからちょっと変わりましたね。そこどうつながったかすっごい興味なんですけど。でしょ、うん、まあ、縁もこれも全くなかったからね。あそう、うん、まあ、全くなかったかって言ったら嘘になるけども、うん、実はそこから出てくださった7年前に、うんうん、実は僕何でも鑑定団に出ておりまして。何あのね、言いよどんじゃったけどと言っても、うん、出張鑑定ですよ。出張鑑定 いろんな町に来るじゃない、はいはいはい、何でも鑑定団インなんとかとか言ってね。あ、水越さん近所であったんですか。そうそう、小金井であったわけですよ、うん、でその時に、うん、ね、うん、ちょうどうちの会社に、うん、鉄人28号のブリキのおもちゃがあった。ほう、なんであるかというと、うん、実は私の実家に、うん、段ボールにいっぱいブリキのおもちゃ、うん、僕が遊んでた保育園の頃遊んでたブリキのおもちゃがあるのをちょうどそこから数ヶ月前に見つけたんですよ。そうなんですか。そう、おお、珍しいですね、うん、こんなのあったんだ、これいいな、うん、オブジェになったらいいなと思って、ちょっと会社持ってくねって言って会社持ってきたわけ、うん、で鉄人28号を見つけて、あ、リモコンがついてる、うん、これ動いたらかっこいいなと思って、リモコンに電池入れてボタンを押してもうんともすんとも言わない、うん、しかも鼻は取れて目は取れて、うん、ね、ボロボロの状態ですよ。です、うんうん、でもこれ動いたらいいのになと思ったら、うん、その時にうちの妻が、うん、たまたまそこで市のね、うん、機関誌を読んでて、うん、あ、おもちゃの病院っていうのがあるよ、へー面白いね、100円で直してくれるよ、安い、これ行ってみようと思ってそこへ持ってったんですよ、うん、いわゆるまあ定年退職したね方々がこう、みんなさんボランティアみたいなでやってるところなんですよ、うん、あ、それで安いんだ。そうそうそう、でそれ行って、うん、すみません、こういうの直してもらえますかって紙袋がゴソゴソって出して机の上にボンと置いたら、うん、ダーッとおじいさんとみんな集まってきた、うん、そのブリキの鉄人をこう持ちながら、うん、震える手で、うん、こういうおもちゃを待ってたんだよ、わったっていうわけ本当なんですよ。でほらやっぱり違う振り方ね、で、うん、いやいやいや、ずっと震えてるわけじゃなくてね、うん、その時でも本当震えない、うん、でやっぱおもちゃってね、やっぱり電子的なものが多いから、うん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 、昔ながらのそういうブリキのおもちゃを見て喜んじゃったわけですよ。これも直せるってんで、で頼むからこれを1週間入院させてくれと。お、入院ですよ、うん、ね、わかりました、じゃ あのよろしくお願いしますって言って、よろしくお願いします、そう、うん、預けたわけ、うんうん、1週間経ったら電話がかかってきた、うんうん、水越さん傷つかないように大事に直したからねって言ってくれたわけで、僕は取り行ってまた会社持ってきたわけですよ、うん、でも見かけは何も変わってない、目も鼻もないんですよ、うん、ね、本当に動くのかなと思って会社の机の上に置いてリモコンを開けて電池を入れて、うん、でボタンをボンと押した、うん、そしたら、うん、その鉄人28号が、うん、目の奥に電球がある時はパーンと光って、うん、クッ動いた、クッ動き出したわけ。その瞬間に何が起こったかというと、うん、その音と動きを見た瞬間に目の前にバーッと当時の僕の保育園の当時の風景が出てきた。そしたら両親笑顔で見守ってる姿が目に浮かんできて、涙がボロ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 漏れちゃった。その動いてる姿を見てそれを思い出してもう涙が止まらなくなっちゃった。感動してね、タイムスリップですね。本当そうなので、そのエピソードをつけて鑑定団に出したんですよ。あ、そうなんすか。へえ。っていきさつがあるわけですよ。なんかもういきさつ聞いただけでこれあれですね、もう全米が泣いた的なんですね。いや本当そうそう、うん、あのね、それあのフェイスブック流した時ね、うん、まさにそのコメントありました。あ、もうダメが新鮮な感想でも何もない、すいません。いやそれでね、うん、鑑定団出た時に、うん、鑑定してくださったのが北原さん。あ、そう、うん、でその時に、うん、今のエピソードを言って、うん、笑いを取りつつ感動してもらって、うん、でいくらでしょうかって僕がパッとあげたのは、うん、僕はその頃あのブリキのおもちゃって相場って全然知らなかったんです、うん、で目も鼻もないんでしょ、だから5,000円で出したの、うん、はい、じゃああげてください、うん、パッとあげた、いくらだと思いますか、空気読んでね。20万。15万あの15万ですよ。15万。15万だよね、うん、15万十分でしょ、うん、で北原さんがその後解説するには、うん、その目も鼻もないんだけども、うん、当時はねその鉄人28号っていうのは
格好悪かったの。僕が持ってるタイプはいろんなタイプがあるわけです。いろんなナンバー4、ナンバー5まであるのかな。で僕がナンバー4ってやつで、一番鉄人らしからぬ細い足で、当時ね人気なかったの。あんまり作られなかったから、今となっては高くなると。そもそも出回ってなかったんだ。そういうことで。はあ。で、もう僕はそれを聞いて、うん、もう15万でね、棚買いましたよ。ブリキのおもちゃ用の。はいはい、それで今までダンボール入ったの全部並べて、うんうん。で、今それ会社にありますけれども。で、その時に北原さん、うん、収録が終わった後に、控え室行って、うん、北原さん、ちょっとお話ししたいんですけども、スタッフの人にお願いして、うんうん、北原さん出てきてください。はいはい、あの他におもちゃ持ってきたんですけどちょっと鑑定してもらえませんかって言って、本当にね調子のいいこと言っちゃって、うん、そしたら北原さん、あいいよって言って一つ一つ見てくれて、あこれサビがあるからちょっとダメだよねって言って、うん、あこれはちょっと出回ってるよねとかいろいろ言ってくれて、うん、最後に写真も撮ってくれて家族でね、うんうん、すごいいい人だったわけ、そうね、で僕はその時に、うん、いつかね北原さんと二人で、うん、おもちゃの話をしたいなって夢を持ったわけですよ、うん、超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。まあそれから夢を持ったじゃないですか、うん、あのただ夢を持っただけだったわけですよそこの時はね、うんうんうん、それでメディカス始めたじゃないですか、うん、でゲストの方が来てトークをしてて、ある日ある時のゲストが、うん、僕のその会社の棚を見て、うん、あ水子さんブリキのおもちゃ好きなんだ、うんうんうん、あれってことは北原さんのファンっていうわけ、うん、あ僕ね実は北原さんに鑑定してもらったんですよ、うん、あそうなんだ、じゃあ北原さんメディカスに呼べばっていうわけ、考えたこともなかったわけ、あなるほど ね、うん、そしてそんな北原さんなんか呼べるわけないじゃないですかって言ったら、うん、いやいやあの北原さん気さくだし、うん、情熱もって言ったら出てくれるんじゃないのっていうわけですよ、ってことはその方は北原さんのそのお宅に行くバスツアーに参加したりとか、うん、何度かお会いしてるわけ、あその人も接点があった方なんですね、その方もそういうおもちゃが好きで、うん、北原さんのファン で、うん、でそういうことを知ってたから言ってくださったんですけど、うんうん、ええー、と思ったんだけども、うん、その時にカメラに向かって、うん、北原さんぜひ出てくださいって言ったんですよ、うん、今でもそれアーカイブ残ってるんですけどもね、うん、その時初めてカメラに向かって言ったわけ、うん、言葉に出して初めて言った、うん、そしたらその時の収録が終わった後に、うんうん、一本の電話がかかってきたんですよ、うん、もしもしって言ったらそれ僕の友達だったんだけど、うん、はい、いや水越さんそんな北原さんのファンだって知らなかったよ、うん、僕北原さんのことをよく知ってる人と仲良くて、うん、あのこの間北原さん親しい人たちだけで集まるディナーみたいなのがあるっていうの知ったから、うん、水越さんのこと申し込んどいたからって勝手に申し込んどいてくれたのその時に、へーって言って、そこでまた結びついて、うん、そこに参加して北原さんと7年ぶりにお会いしたと、だから言わないとね、だから本当にこれやっぱり僕もよく夢を叶えるには口で言いましょうとか言いますけどもね、うんうん、そのお会いした時に北原さんぜひメディカスに出てくださいませんかって言ったんですよ担当直中に、うん、ね、そしたら北原さんがあメディカス、いや面白そうだね、うん、で終わり、うん、っていうことは何が何だか分かんないし、うん、メディカスって言ってもユーストって言っても分かんない、うん、その頃北原さんフェイスブックもやってらっしゃらなかったので、うん、分からない、でしかもどこの馬の骨か分からないのが、うん、ね、言ってるわけじゃないですか、うん、でしかも出張鑑定出ましたって言って全国回ってるわけだから分からない覚えてないじゃないですか、でその時はそれで終わっちゃったんですけど、うん、それから僕北原さんの講演会とか行くようになったんですよ、うん、そこからで出版パーティーとかあると行って、うん、必ず本を買ってサインをもらって握手して、うん、北原さんメディカスの水越です、うん、出てくださいませんか、うん、あメディカスいいね面白そうだね、うん、で終わっちゃうわけ、うん、それが3回とか続いてたわけ、うん、そうするとだんだん僕のこと覚えてくれるじゃないですか、来たザイアンス効果来たザイアンス効果、うん、ね、うん、でもそこで終わってたわけ、面白そうだねって、うん、ある時に僕ネット見てたら、うん、あの銀座のアップルストアで北原さんがトークショーをやるっていうのを見つけたんですよ、うん、しかもその日、うん、これから2時間か3時間後だったんだよね、おうおうおう、しかも無料、うん、あこれ行かなきゃと思って、うん、あでも行ってメディカツ出演してくださいませんかって言っても結局面白そうだねで終わっちゃうなと思って、うん、その時にちょっと違うことしておこうと思って一気を案じましたね、はい、うん、ポスターを作っていた、ほう、そのポスターに何が書いてあるかって言って、うん、北原照久水越弘之夢の対談、うん、ユーストリーム、うん、夢を叶えよう実現しよう、うん、熱く語る、うん、
何月何日っていうところまでポスター作っちゃったの。すごいですね。え？で、何月何日の日付だけ上げといた、うん、月と日だけ入れて、うん、それを作ってそれで持ってったんですよ。あら。で、銀座のアップルトークショー行って、うん、北田さんトークショー始まりました、うん、ね、もう僕は全然入らないですよ耳に、うん、終わってからそれ言おうと思ってたからドキドキして、ね、うん、もう全然入らないで終わってから北田さん、はい、あ、僕もう少しここにいますからって言って、なんかサインとかなんかあったらどうぞ言ってくださいねって言って、うん、僕バーってダッシュして、うん、北田さんってもう僕のこと覚えてるから、うん、あ、水越くんもう来てくれ、今日も来てくれたのありがとねって、うん、実はこういうのを作ってきたんですってバーンって見せたわけよポスト、うん、そしたら北原さんが、何これって言ってすごいびっくりして、うん、まじまじと見て、うん、で僕が北原さん、あとそこの日付のところに数字を入れるだけなんですよ、おって言ったわけで、北原さんしばらくしてから、うん、初めてお尻に入ってる手帳を取り出して、うん、パラパラパラとめくりながら、うん、その時9月だったんですけど、うん、分かった、12月6日にやろう、うん、って言ってくれた。おっと、本当ですか北野さん、ありがとうございますって言って、うん、そこで決まったんですよ。あのさ、夢に日付をってさ、またみんな人が言ってるけどさ、夢が日付を入れてくれたんですね。いいね、それ、夢が日付を入れてくれた、これいいっすね。でしょ、で僕その時ね、うん、そのアップルストアから帰り有楽町の駅まで、うん、本当なんだけどスキップして帰ったの。わかります、ね、小学校生以来だよ、うん、好きして帰ったの、うん、本当に嬉しいですよね、うん、で何が嬉しいかって、うん、もちろん北原さんと対談できるのは嬉しいけど、うん、もう北原さんの話にすごい感動してたこともあってね、うん、講演会とか聞いてるから、うん、それをもっとたくさんの人に伝えたいっていう思いがあったから、うんうん、このでたくさんの人に伝えられるっていう喜びがすごくあったわけ、うんうん、だからでそれから、うん、もうフェイスブックだとかいろんなものに北原さんとね対談できるってことを言ったらみんなが応援してくれて、うんうん、すごかったよねその時の巻き込み方がね半端なかったね。予告動画までみんな作ってくれたりとかね、うん、それで当日はまたすごい盛り上がって、うんうん、で北原さんも喜んでくださって、うん、それから北原さんが今度は紹介してくださったりとかね、うんうん、だからそこから何かこう水かすがちょっと変わったようなしますけどね。それだ、うん、あれね、まさに熱の起こし方っすよね。ああ、なるほど、ね、うん、小手先じゃなくてもストレートにってね、うん、で、うん、僕その時ねよく皆さんに言われるんですごいですねとかね言われるんだけど、うん、もうその時はねまさにその恋人に喜んでもらうとか、うん、まさにそういう気持ちだよね。だから、うん、北原さんにこうちょっと驚いてもらいながら喜んでもらうにはどうしたらいいかっていうことを、うん、うん、行動を起こしたっていうのかな、うん、でやっぱりね後悔はしたくないっていう気持ちが、ね、すごくあったんだよね、はい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 、でも失敗しても何や言われてもいいやっていう、うん、それが良かったのかもしれないですね。そこの大事だねこのね姿勢ね、うんうん、だからそれからはそういうのを忘れないようにして、うん、まあそれからねいろんな方は、うん、まあ、僕が憧れてた岩崎宏美さんがね、うん、ゲストで出てくださったとかいろいろしましたけどもね、はいはいはい、うんうん、すいませんこんな一方的に、いえあの全俺が泣いた俺が泣いた、うん、いやもうだから今のお話全てですよ多分ね、うん、なんかその物事なかなかうまくいかないとか ね、 そうですね、続かないとか言ってる人って、うんうんうん、やっぱ熱量っすよね、うん、だからね、うん、北原さん常々言ってるわけ、うん、夢を実現するためには熱く情熱を持って楽しそうに語ると、うんうん、でそれが大切だよと、うん、ね、で叶うっていう字は口へに十、うん、ね、口で十分言わないと叶わないよと、うん、ってまさにそれをね最初に僕が番組の中で北原さんお待ちしてますって言ったことが、うん、まあ、始まりだったのかなと、うん、でそれが実現したということだよね、うん、でそれからどんどん夢を叶えるメディカスっていう番組名にも変わっていったんだよね。最初はただのメディカスだったんですよ、うん、それがどんどん夢を叶えるメディカス、本当に叶えちゃったんですもんね。そうなんですよね、うん、そんな感じでついてきたんですけどね。なるほど、うん、ポッドキャスト笑うビジネスマン、今日ねあの水越さんのお話を伺いましてですね、私はね思いました、初心に帰ろう、原点に帰ろうと思いましたよ、うん、
まあ、夢が叶うメディカツのね、あの夢が叶う的なところね、これ実はね、超ブレイク塾ひいてはね、私自身の活動自体もね、非常に似てるところあるんです。なぜかね、超ブレイク塾を始めた当時の私、何者だったか、もう名ばかり企業ですよ。独立とか起業とか言えばかっこいいですけど、どっちかというとね、もう会社辞めざるを得なくなって、しょうがなく一人になって始めたみたいなところがありましてですね、国税調査とかやればね、無職にカウントされてしまうようなね、そんな存在だと私がね、大手のね、あの芸能事務所とかね、なんか媒体とかに就職をするわけでもなくね、もう自分が好きだったジャンルの人ね、ロックであったりプロレスであったりお笑いであったりサブカル方面の人たちね、まあ、例えばもうブラウン管の向こう側で、ずっと拝見してました、ステージの上に立っているところを拝見しておりました、 CD 越しに聞いておりましたという人たちともね、続々と会えてしまったんですよ。うん、なのでこれね、会社辞めてから、なんだろうな、自分がやってること、新しく始めたことについて自信が持てるまでちょっと時間がかかったんですけど、その間ね、常にね、こう付きまとってた疑念っていうのが、自分は単にひょっとしたらきつい現状から逃げただけだったんじゃないかと、それで会社辞めただけだったんじゃないかとね、しばらく自分自身を疑ってたこともあります、正直。うん、ですけど、環境を変えたこと、新しいことを始めた、超ブレイク塾を始めたことによって、一生こういう人とは会うことないんだろうなと思っていた、かつてね、自分が憧れていた業界の人であるとか、もっと言えばズバリ憧れていたような人に会えるというような状況になってくると、こっちの道を選んでよかった、こっちの道で間違いなかったんだというね、自信とか確信に変わってきたりするわけですよ。うん、まあ、そういう意味ではね、夢が叶う超ブレイク塾ね、どんどん夢が叶う超ブレイク塾なんてね、いうふうにもね、言えなくもないんですけども、うん。でね、最近はね、ちょっとその辺で、なんだろうな、あの水越さんが、ね、何でも鑑定団の北原さんに会いに行った時のような、割とね、私も初期の頃ってそういうような行動をやってたんですよ。ちょっとこれはなんか会うにも無理めだなみたいなね、ダメ元でちょっとなんかメールしてみようとかね、紹介をお願いしてみようみたいなところでね、あるいはなんかこう街中とかで見かけた時にいきなり駆け寄っていって、すいません自己紹介させてくださいと、ちょっと怪しまれながらやったりとかね、初期の頃はそうやってね、購入してくれる人なんかも探したりしてたんですけど、最近はちょっとね、そのね、初期の頃のね、熱さを忘れてましたよ。うん、頼めば聞いてくれるだろう、断られないだろうっていう人のところにしか俺は行ってなかった。それがね、なんだろうな、ある意味ね、ドキドキの展開がなくて、こう予定調和的なね、ちょっと刺激のない毎日が続いちゃってたっていう原因かなというところで、ここは一つね、あの初心に帰って、無理めな人にもどんどん会いに行こうと思うし、この番組にも出てくれって言おうと思うし、本当にね、原点に帰ろうと思いました。うん、超ブレイク塾始めた頃の熱い気持ちを俺は忘れていました。超ブレイク塾ポッドキャスト、今回はユーストリーム番組どんどん夢が叶うメディカツのナビゲーター水越博之さんをお迎えいたしまして、もう言うの、なんていうのこれ、めっちゃ熱い話ね。なんかね、僕も熱くなっちゃいましたよ、ほんと。うん、そんなね、みんなね、ユーストリームで夢叶うのみたいにさ、うん、思うかもしれないけど、うん、叶うんですよというね。叶うよ、ほんと叶うの。うん、うん、まあ、そんなお話をたっぷりね、伺ってまいりました。たっぷりしちゃいましたよ。うん、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、ね、あの次回ですけどもね、はい、またちょっとご足労いただきましてね。あら、いいんですか、僕みたいなもんで。いや、もう夢の続きを私は聞きたい。本当ですか、うん、皆さんどうですか、いいと思うみたいなね。、うん、じゃあ、まあそこまで言うんだったら、うん、やりましょう。ありがとうございます。はい、ということで、次回ね、ぜひぜひね、また聞いてくださいという、はい、ところですけれどもね、うん、はい。で、非常に僭越至極でございますけども、うんうんうん、私がね、来週に当たりますけど、うんうん、この配信日と同じく3月3日火曜日20時から、うん、ね、3月3日火曜日の20時から、うん、なんとゲストが、私というね、
これゲスト大丈夫かというね。大丈夫かな。ハードル高いよこれ。いや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 、もう本当にね、僕前からちょっとね、うん、西田さん狙ってたんで。そうなんですか。もう断られたらどうしようかなと思ってましたけど、うん、まあ運よくね、ちょうど都合が空いてたんで。うん、まあ年中大体暇なんでね。いやいやいや。ね、うん、あの本当楽しみにしてますね。いやもうだって3月3日だけ空いてたんじゃなくて、うん、3月3日も空いてて、下手するとこれ仕事納めですよ。いやいやいや。ね、この1本目を聞いていただいて、うん、そこでまたね。そうですね、2本目聞いて、うん、メディカツをライブで見る。そうなんですよ、うん、この楽しみってね今までないですから、うん、メディカツも。そうですよ、うん、もうね器用なやつね、うん、あの聖徳太子並みのやつは、うん、メディカツ見ながらこのポッドキャスト聞くっていう、ね、聞くとね、うん、それ面白いのかな、それ分かんないけど話半分ずつね、半分ね、でもぜひね楽しみにしてもらいたいですね、うんうん、ということでね、来週は同時発射ということで、あのマスコミでやってしまうと問題になるけど、ね、テレビ局とラジオ局同時に出てしまう。そうだよね、うん、ということでね、私まだまだ素人枠なもんですからね、そこだと怒られないはいということで、今日どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。超ブレイク塾のポッドキャスト笑うビジネスマン、次回も水越博之さんをお迎えいたしまして、成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートをお伺いいたします。バックナンバーは超ブレグジブで検索してください、ホームページ、メールマガジン、Facebook ページ、YouTube チャンネルとかもね、どんどん検索して見ていただければ幸いでございます。お相手は超ブレグジブ主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。